全国のバンドリマンの皆さん、こんにちは。はい、ということでですね、今回はですね、知ってても知らなくてもあなたのプレイスキルには関係ないけど、ちょっとしたバンドリの雑学を紹介、バンドリトリビアのお時間です。はい、さあ行くぞ。ポッピンパーティーの霞以外の4人の名前の頭文字を取って並び替えるとスターになる。これは結構有名な雑学なのではないでしょうか。霞がスター、サーヤ、タエ、リミ、アリサを集めてポッピンパーティーというね、いやこれはたまたまだとは言うんですけども、やっぱりこれは運命なのではないでしょうか。感動的ですね、マジで。ガルパ25人の名字で唯一実際に存在しないのはミタケ。はい、ミタケですね。はい、ミタケ。まあ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 、ちなみにラスも含めるといないのはワカナ、まあレイヤですね。レイ、ワカナ、レイですね。ワカナもいません。実際に存在する名字の中で全国人数が一番少ないのはパレオのニューバラですね。ニューバラレオナです。はい、こうしてラストを見るとワカナいたりニューバラいたりタマデいたり、珍しい名字が揃ってるなと思ったんだけど、佐藤がおった全国1位だわ。バンドリ音ゲー、実はスライドを離しても大丈夫。その後しっかり指を戻してスライドしないと死にます。最後のロングノーツ暇だよねって時におすすめです。ただししっかり戻しましょう。こう戻してスライド、そうすると反応します。ガルパのフリック、実はベータ版では上方向しか反応しなかった。はい、ということで、今までこそは全方向反応するフリックなんですけども、ベータ版では上方向しか反応しなかったそうですね。一体なぜ全方向フリックになったのか。一説では手の病気を患っていて上にフリックするのが難しいということで、ベータ版の時に批判がね来たらしいんですよ。ということで360フリックにしたらしいんです。まあ諸説はあるんですけども、まあこのまま本当にね上フリックのみの音ゲーだったらもっと鬼畜になってたんだろうね。ほんとこのバンドリはやばいね。だからチュートリアルでは上フリックの表示が出て多くのユーザーがまあ勘違いしたんでしょうかね。まあそのまんまっていう意味ですかね。はい、実際に存在するマスキングテープの種類につぐみがある。なんか高級そう。